今年の G1 クライマックス、俺は出る気満々だよ。真田、高木、ナイト、まあ今日はよ、G1 クライマックスの前哨戦ってとこだな。思われたらよ、公式戦でいい試合ができそうだ。まあ昨日は元気だけはあると言ったが、そんなことはねえな。おい高木慎吾、調子いいぞ。何を隠そう、絶好調だ。まあそれはなぜなら分かるな、次をしっかり見据えてるからだ。次といえば G1 クライマックスだろ。相変わらず新日本は G1 誌発表しねえけどよ、俺はもちろん出るつもりだからな。昨日も言った通り、今俺が注目している男は、そう、あの男、ごく一部の、ごくわずかな人、ごくわずかなこけしマニアが期待を寄せている、あの男、そう、本間朋晃だよ。彼は今日勝ったんだろうね。どうだったの、結果知ってる？結果はご存知ですか？負けた、はい、誰に？ザック選手。おい、早速負けかよ。期待させておいて結局これかよ。まあこんなんじゃさ、やっぱ彼は今年の G1 クライマックスも皆様の予想通り順当に落選だろうね。まあさ、これが彼にはお似合いだよ。ところで、真田は調子良さそうだね。今日の勝利を含めて開幕から3連勝、調子いいよ。そんな真田と今年の G1 クライマックス、ぜひ対戦したみたいな。今年もおそらく2ブロック制でしょ。ということは彼と同じブロックになる確率は50%、 つまり2年ぶりのシングルマッチが実現する確率は 50%。 いつ発表だっけ。新日本プロレスからの発表が待ち遠しいぜ。カムラン。